お客様の皆様、積み吉屋です。今シーズンのバンピックルールを一緒に確認しましょう。新しいバンピックルールは8つの段階に分かれています。順番と内容は以下になります。この段階ではハンター陣営の選手がバンしたいサバイバーを2名選択。試合の進行に応じバンされるサバイバーの数が調整されます。第1回戦ではサバイバー陣営はハンターをバンすることができません。その後の各試合延長戦含めサバイバー陣営の選手がバンできるハンターの数は1試合1名に増えます。最大3名バンすることができます。この段階はサバイバー陣営の選手がサバイバー2名を選択。注意すべきのは第1回戦から第3回戦までこの段階で選択されたサバイバーは以降の試合で再度選択やブロックすることはできません。この段階でハンター陣営の選手は再びサバイバー1名をバンする。サバイバー陣営の選手はサバイバー1名を選択します。この段階で選択したサバイバーは再度選択可能です。この段階ではハンター陣営の選手はさらにサバイバー1名をバンする。サバイバー陣営の選手は最後のサバイバー1名を選択します。この段階のサバイバーも再度選択可能です。最後ハンター陣営の選手がハンターを選択します。前シーズンと比べハンター陣営がバンできるサバイバーの数は4名に変わり、新しいバンピックルールから見るとサバイバーは最大10名使用不可になります。サバイバー陣営がバンできるハンターの数は変更ありません。新シーズンがいよいよ開始。選手の皆さん、幸運を祈ります。